今回はアメリカの金のお守りの競走馬個人を見ていきたいと思います。了解です。それでは早速レースを見てみましょう。個人先頭、1馬身から2馬身引き離す。ロッキーロープ2番手、手応えはどうか。シックスイエルマーク、まだ後ろちょっと厳しいか。あと 200m、 個人差を広げる。2番手はフィルトピット。個人この馬で決まりか。先頭は個人、1着でゴール。2着はフィルトピット、3着にシックスイエルマーク。勝ったのは個人、見事な勝利です。個人先頭、後続とは3馬身以上さらに突き放します。残り 200m、 後続は遥か後方。2番手はエントラバース、後続は大きく離れました。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエントラバース、勝ったのは個人、見事な勝利です。ということで、個人が出走した1984年の G1 レースをご覧いただきました。ちなみに、いつもは競走馬が3歳になった時のレースをご覧いただいてますが、成長型が遅めで、3歳の時は G1 レースを勝てなかったため、4歳の時のレースにしました。アメリカの競走馬やけど、芝が得意なんやね。実際に史実でも、デビューからしばらくはダートのレースを走っていましたが、後半は芝のレースだけ出走していたみたいですね。なるほど。史実での競走成績は24戦10勝、うち G1 レースは1勝で、引退レースとなった5歳の時のブリーダーズカップマイルで悲願の G1 勝利を達成し、この年のエクリプス賞最優秀芝牡馬に選出されたそうです。引退レースで G1 初勝利とかロマンでしかないわ。競走馬を引退した後は守護馬となりますが、ここからがまたすごくて、3区にはブリーダーズカップクラシックを勝ったアルファベットスープ、ブリーダーズカップターフを勝ったティッカネンなど優秀な競走馬がたくさんいるようで、個人自体は芝のマイル前後を得意としてましたが、3区も同じ傾向が強いものの、中には中距離やダートで活躍するのもいて、3区のタイプはかなり幅が広かったそうです。また、日本の芝に対する適性も優れていたとのことです。ということは、日本でも活躍した3区がいたのかな？有名なところだと、2002年の安田記念を勝ったアドマイヤ個人ですかね。その他にも、重賞を勝ってる競走馬は何頭かいるみたいですけど。すごいやん。そんなこんなで3区が活躍し、1996年には北米リーディングサイヤーを獲得しているようです。28歳になった2008年においても38頭の牝馬と交配して26頭を受胎させるなど、現役の守護馬として活躍していましたが、同年10月に体調が悪化したため安楽死の措置が取られたとのことです。大馬さんにしては長生きしたいやね。では今回はここまでです。それじゃあまたねー。